Ride the shovel head. どうもこんちゃんです。今回の動画はショベルで遊びに行った動画になります。今回はサイクラプス 2.0 に乗っているタキさんと久しぶりのツーリングに行ってきました。一緒に走ったのは去年のアデイ以来なので約1年ぶりですね。バーン&オンリーという集まりに呼んでもらったので2人で行ってきました。待ち合わせ場所に到着。あよ。ジャストですね。じゃ、本当だ。だいぶタイヤ減りましたね。そう。何キロぐらいですか。1万ぐらいいきました、ね。8000。いやすごいですね。もう俺越されちゃいましたちょっと早めに出ようと思ったんだけどさ、苦労引きくうまくいかなくてなんかね、朝一ですか、滑る感じになって、滑ることないんだけど、あなんか上視点が見つからないみたいな感じ、なんかぬるぬるって感じで嫌だなと思って。この前のアデイからバイクの様子がおかしく、今日もなんか変だったんだよねなんて近況報告をして集合場所に向けて出発です。会場までは下道で移動。こんなにたくさんの茶畑初めて見ました。すいません、はい、お疲れ様です。すいません、なんだかお忙しいのに。いいえあのですね、はい、参加者証的なものがありまして、はい、もう忘れないうちに渡しちゃいます。ありがとうございます。すいません、一方的に申し訳ないです。いやいや、ありがとうございます。どうもこんにちは、はじめまして、黒川です。よろしくお願いします。一緒に主催しているほとんどの先輩です。あ、どうも黒川と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、やっとお会いできました、ね、名古屋以来な。そうですね、ありがとうございます。ああ、そうです。はい。すごいなんか、バイク元気よさそうで、いろんなとこ言われてますよね。そうですね。当たり前なんですけど、この車両めちゃめちゃレアな KHK というモデルらしいんです。走っていること自体がかなり貴重なんですって。佇まいがかっこいいですよね。なかなか個性的なバイクがいっぱいです。
僕には何がどうすごいか説明できる知識がないのは残念なくらい、かなりゴリゴリにカスタムされたバイクばかりでした。はい、またお願いします。では安全に帰ってください。はい、ありがとうございます。皆さんはランチに行かれるそうなので、僕と柿さんはお見送り。担々麺屋さんに到着です。駐車場があるので安心です。こんな感じの担々麺でした。小さいですがエビが丸々一匹乗ってました。スープもエビって感じで最高でしたよ。ランチ後ちょっとお茶をして解散。楽しいランでした。